皆さんこんにちは。J センターの佐川です。今日はのにを勉強します。それでは始めましょう。のに、山田さんです。山田さんは最近ダイエットをしています。毎日頑張っています。朝はジョギングへ行っています。それからお菓子は食べないようにしています。夜ご飯はサラダを食べています。それから夜もジョギングへ行っています。毎日頑張っています。でも痩せません。山田さんは毎日運動しています。頑張っています。でも痩せません。どうしてですか？悲しいです。山田さんは毎日運動しているのに痩せません。毎日運動しているのに痩せません。毎日頑張っています。運動しています。でも痩せません。悲しいです。毎日運動しているのに痩せません。鈴木さんです。鈴木さんは月曜日から金曜日まで毎日働いています。鈴木さんの仕事は忙しいですから、とても疲れています。昨日は土曜日だったので、10時間寝ました。とてもたくさん寝ました。鈴木さんは10時間寝ましたが、まだ眠いです。10時間も寝たのに、まだ眠いです。10時間も寝たのに、まだ眠いです。ここはステーキ屋さんです。太郎さんは美味しいステーキが食べたかったので、うちの近くのステーキ屋さんへ行きました。このステーキは1万円します。とても高いですね。でも太郎さんは美味しいステーキが食べたかったので、この1万円のステーキを注文しました。このステーキは1万円です。でも美味しくなかったです。美味しくないです。どうしてですか？このステーキは値段が高いのに美味しくないです。このステーキは値段が高いのに美味しくないです。それから太郎さんは？有名なイタリアン料理の店へ行きました。このお店はとても有名です。太郎さんは、このお店が有名だったので行きました。でも、料理は美味しくなかったです。美味しくないです。このレストランは有名なのに美味しくないです。このレストランは有名なのに美味しくないです。私です。花子さんです。花子さんは息子が一人います。私は先日、花子さんの息子に会いました。サスケくんです。サスケくんは5歳です。でも、サスケくんは新聞が読めます。私はびっくりしました。サスケくんは5歳です。でも新聞が読めます。サスケくんは5歳なのに新聞が読めます。サスケくんは5歳なのに新聞が読めます。今日は普通形プラスのにを勉強しました。毎日運動しているのに痩せません。このステーキは値段が高いのに美味しくないです。このレストランは有名なのに美味しくないです。サスケくんは5歳なのに新聞が読めます。な形容詞と名詞の普通形は有名だ、5歳だですが、のにと一緒に使うときはだ、が、なになります。それから普通形プラスのに
はびっくりした時やあまり嬉しくないことを言いたい時に使います。これで今日の授業を終わります。皆さんも一緒に J センターで勉強しませんか？それではまた会いましょう。バイバーイ。